どうもです。はい。ということで、ちょっと今、緊急というか、朝今起きたばっかなんですけど、昨日の夜ね、徳島のよしきくんの家に泊めさせていただいて、まあ今、よしきくん、もう仕事行っちゃってて、朝6時ぐらいに出てて、いないんですけど、朝起きたら、手紙と、ちょっと置物があったんで、ちょっと読みます。アルコメさん、カメラマンさん、楽しい2日間ありがとうございました。めちゃくちゃ思い出に残る楽しい時間でした。まだまだ過酷な旅が続くとは思いますが、体調には気をつけて、残りも頑張ってください。旅の成功を心から願っております。朝早くに出るので直接お礼を言えず申し訳ないですが本当にありがとうございました。最後に少しですが小島の軍資金にしてください。マルコメ最高っていうことです。いいか。じゃあ軍資金を昨日の夜とかもそれで大村とかかけさせていただいて、ね、ご飯もおごってもらったりとか、それ以外にもちょっとお世話になったにもかかわらず気持ちで軍資金を置いてってください言いました。気持ち的には複雑なんですけど、まあもらっていいものなのかっていうのもあるし、まあ、ルール的にもというか日雇いバイトとかしてないんで、僕が与えられた側だったのにまたさらに与えてもらってるっていう状況に、まあ何とも言えないんですけど、なんだろうな、なんか素直になんかテンションが上げないというか、まあぶっちゃけた話すると、昨日ちょっと体調を僕が崩して止めてもらって何か何までやってもらったのに、まあ、最後にこう手紙とレッドブルとかカップラーメンとか旅のために置いてってくださって、なおかつ軍資金までちょっといただいて、とまでは表せないぐらい感謝してます。まあ、それなんで、まあ、この旅をね成功させるのはもちろんなんですけど、軍資金1万円いただいたんで、この軍資金で小島何としても当てて、もう一回旅をね再スタートしたいと思います。はい。ちょっと気持ち的には何だろう、苦しいというか、ちょっともうしてもらいすぎて嬉しい気持ちと苦しい気持ちもあるんですけど、よしきくんの気持ちをねいただいて、こっから旅出発していきたいと思います。いや本当によしきくんありがとう。はい、ということでですね、来ました、小島24条線が第18条目です。18条目ボートレース小島に来ました。この小島に来れたのも全てよしきくんのおかげです。それなんでね、今日はよしきくんがね置いてってくれた軍資金2万円で小島買って、増やして次の尼崎に行きたいと思います。まあ、僕小島初めてなんですけど、ね、レースも走ったことなくて買うのも初めてなんで、ちょっと特徴とかもいまいち分かんないんですけど、もう今日はいつもとはちょっと違う、なんか覚悟が、今までやっぱバイトさせていただいてとかあったんですけど、これはなんか重みがまた一味二味違うんで、絶対負けられない、絶対何が何でも負けられないんで、買っていきたいと思います。はい、まあもうね食べることはないです、勝つだけ、勝って軍資金増やすだけです。はい、という感じでね、ハッピーゲート、おはようございます。はい、ということですね、小島一発目買いました。まあ1レース2レース買おうか、まあ迷って迷って、もう吟味しないとね、外したら終わりじゃんこのお金は。それなんで3レースね、このレースちょっと穴狙えるかなと思って、本線集まりか穴にまあ広く迷ったんですけど、まあ、ここは穴っていうか意外と狙える穴なんで、まずはね6000円分買いました。5号艇の吉田さんですね。エンジンも良くてスタートも早いんで、結構スリット後から伸びていく感じしたんで、5がまくる、5、6、3着流し、これ1000円ずつですと、5が攻めた時の6が入ってくるパターンです。6頭2着13、3着135です。まあ、6、5もありかなと思ったんですけど、まあ、1とか3にこう抵抗された時に、まあ、1、3が残すかなと思ったんで、これにしました。3着には5が入ってくるってことで、6頭1、3の3着、1、3、5、これ500円ずつ、全部で2000円ですね。なのでトータル6000円です。2万円中6000円使ったんで残り1万4000円です。まあ今日はね、ほんと2レースぐらいに絞って買っていきたいんで、まあ、この1レースとあともう1レース、そんな感じで増やしていきたいと思います。お願いします。まあまあ穴狙っちゃってるけど、全然ありえる穴、これは。5頭は全然ある。3の武田和也さんが案外エンジンは良くなそうなんですよ。スタート早いんで、波動受けとしてはスタートは行くかなと思うんですけど、スリット後からの5の足が出てく感じしたんで、あるっす。5の吉田さん、本当にお願い。今日のプレッシャーはもう100倍違う、いつもの。うわー、ちょっと、やだな。お願い、吉田さん行ってくれ。全員まくって。で、5、6。始まります。行くよ、5行く。今日は絶対に負けない、何が何でも負けない、ほんと負けたら終わり、ほんと YouTube 人生終わるぐらいの覚悟なんで、もうボート買えなくなる、一歩そんなりそう外しすぎて、しかも今日の2枚は重みが違いすぎる。まあ1号艇の佐藤くんは地元なんですよね、インが逃げての145、154とかも考えたんですけど、ここは5の吉田さんが一気スタート、一気
マジでお願い。ダッシュからの一撃見せてください。本当に夢を見せてくれ俺に。56は多分満州なんで、1000円ずつ買ってるんで10万までいきます。それでよしき君にね返金したいと思います。さすがにここ当てたいわ。一発目で当てないとあと1万4000円のプレッシャーがエグくなってくるから。お願い、本当にお願い。もうボートレースは楽しくない、こんなに楽しくない。お願いします。12秒前、吉田さん行ってくれ、行って、思いっきり行ってくれ、思いっきり行って、本当に頼む。いやー3が行ってる、全然行ってねえ。3が行っての5来い、5来い。うわー全然や、5全然。31、31だ、うまっ。マジか、全然来なかったわ。危ない、316転覆なんで。決着っすね、316で。狙いすぎか、ちょっと空回ってるかもしれん、狙いすぎてる。はい、っていう感じで、あと1万4000なんで、今度あと1レースにします。あと1レースに絞って1万4000円全部突っ込んでプラスにします。はい、次のレース買うとき回します。すまん。はい、ということですね、3レースで6000円負けたんですけど、4レース買いました。ちょっとね、さっき3レースで穴狙って外れたんですけど、4レースも穴じゃないと思うんだけど、意外とついてるところがあったんですよ。だから僕は本戦に集まりとはさっき言ったんですけど、穴に買いました。こちらです、3434折り返し3着125、各1000円ずつ、これも6000円分ですね。それなんで1万4000から6000円いくと残り8000円です。多分この感じだと穴狙いばっかになってしまうかもしれないんですけど、いやここは4頭5頭が売れると思うんですよね。4の宮地さん、5号艇の宮崎さんが売れてると思うんですけど、僕はここ、まあ、1と2があんまり良くなそうっていうところだから、ここは3がね攻めると思いました。で、まあ、3がまくり切っても4の宮地さん差し上手いんで、4が差した場合4-3になるかなと思ったんで、3-4、3-4折り返し3着125、各1000円ずつです。ほぼ満州です。どっかだけワンチャン90倍とかになってたかもしれないですけど、99倍とかかもしれないです。だからほぼ10万までいきます。このね、満州狙いが良くないのかもしれないけど、良くないのかもしれないんですけど、一発で当ててよしき君の思いがまあ詰まってるんで、ここ何としても的中させたいと思います。はい、という感じでね、またレース始まるとき回します。はい、ということですね、来ました第4レース。ここで当てなかったらあと8000円しかないです。もう次はさすがに本戦集まりします。もうこれが最後の穴に対して1000円買うやつです。僕はもう穴にしか買えない体になってしまってるんで、マジで頼む、本当に来て。3-4、3-4、3着125、これだけ、マジでこれだけ。今日は曇り空のお天気となっております。小島ボートレース場です。ポイント争いの3日目、お昼のカードが始まりました。第4レース予選競争、小島だよです。1号艇には東本勝利、2号艇には池田夏実、3号艇には深山雄二、4号艇には宮地元樹、5号艇には宮崎進、そして6号艇野田彩香、以上6選手の対戦です。
6選手まだバック側での待機睡眠です。コース争いはありません。1、2、3、4、5、6、今回も定番通りの並びで固まっていきます。シリーズ初勝利を目指しまして、ここはゆっくりと1コースを伺う。1番人気は1号手の東本、2コースが2号手の池田、センター3コースが3号手の深山です。スタートまで残り間もなく30秒目。そして4コース逆転対抗角に押せた4号手の宮地です。ここまで中間着が続いています。4号艇宮地の稼働戦、そして3番人気5号手の宮月は5コースから、ここまでオール2連帯キープ。サイアウト6コース6号艇野田となりまして、進入スタイルはスロー3艇1、2、3、ダッシュ3艇4、5、6。第4レースは予選競争、内側から1番2番3番、4番5番、6番です。今スタートしました。横一線綺麗なスイットとなりました。一緒の1マーク、インから押し切る体勢。1号艇の東本、2号艇池田を刺す。攻めては3号艇深山、間を割ってくる。切り込んでくる4号艇の宮内で向こう正面です。え、おう、3、4ある、あるぞ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 、3、4ある、え、ある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 、来てる。え、3着が1か6だ今。3着1か5、 OK、 1か5なら OK。 あるぞ、来た、えぐいぞ。やばい、1が2着に来たらダメ、4がそのまま宮地さんなら大丈夫、絶対大丈夫、頼む。よし、うまい。来てる。でも3着が1か5なんだよ。どっちかがあんまついてないかもしれん、90倍くらいかもしれん。どっちかはバンシュ、1か5、忘れた、もうそれは忘れたんですけど、3、4だったら OK。 よし、そのままそのまま、オッケー、半杯来たぞ、やばくね、やばいぞこれ、おい、やばいって、やばいんだって、え、あとはオッツだもん、これほぼ安杯、あと1か5、もうどっちでもいいんだよこれは、3着かどっちでもいいんだよ。3着はどっちでもいい、ヨシキ君の思い、全てヨシキ君の思い、これが全てです。来たー、これで満州ついてればガチ神回だぜ、えぐい。よしあと1周あんのか、長えな、意外と。もう当たったと思っちゃったらさ、早くゴールしてくれって思う。え、終わり？終わりだ。あ、終わりだ。危ねえ。ちょっと頭ラリってきた。やばい、来たぞ。あとオッズ。でも、90倍は絶対いってる。だから9万は確定。これ、満州行ったら一番熱い。満州来い。頼むぜ。よーわー、えぐいぞ。え、12万。12万5千。来たドエグ、ガチか、やばいわ、ちょっとお腹痛すぎるんだけど、赤嬉しい、えぐ、やばくね、奇跡すぎん、だってマジか、これちょっとやばい、取り払うんだけど、ちょ、徳島一回もう一回帰る予定あるんで、ちょ、報告がてら2万返しに行きます、さすがに、おやべ、えぐいっす、はい、もうっていう感じで、もうこのままテンションのまま払い戻し行きたいと思います。はい、ということですね、払い戻ししていきたいと思います。12万以上です、お願いします。12万5400円、これ熱い、待って、俺さ全部の敵中10枚以上いってるからね。しゃあ、もうこの瞬間が脳汁が半端ねえ、マジで最高、これがマルコメです。皆さんありがとうございます。ちょっとヨシキ君にね、お礼がてら会いに行きたいと思うんで、まだその様子もね届けたいと思います。で、残り8000円残ってたんで、12万5000、13万3000ぐらいですね、13万3000です。っていう感じで、今日は小島2レースしかやってないんですけど、このまま帰ります。はい、っていう感じでまた後で回します。まだまだ緊急で動画回してるんですけど、ちょっとまさかの事態が起きました。好きで、なんと小島まで母親が来ました。意味わからん。ケンタに内緒できました。いや、マジで意味わからん。だから聞いてきたんか、いつどこみたいな。そう、一応予定は送ってたんで、どこに何日ぐらいに行くっていうのは。そしたらまさかね、まだ東海とか、まあ大阪ぐらいまでったらわかるんですよ。岡山で来るのはちょっと頭いかれてます。だってインスタとか見てたら、うん、もう一番出しになっちゃったって、まあ、バイト探してるの見てた。そうバイト探してるって言っても、うん、寝ないし、もうどうしてるんだろう、困ってるんだろうと思って行っちゃった。内緒です。過保護です。親バカです。え、もちろんあれでしょ、ん、助けるために来たよ俺を。そりゃそうだよ。出なきゃ来ないし、こんなところまで。いや、助かりますね、助かります、そりゃありがたいですね。でも
嬉しかったな。まあそうだね、まあ安心しましたね、ちょっとだけほっとしたんで。なのでちょっと分析金を親バカと消費しつつ与えるので、それを倍倍倍に増やしてください。あらっす。まあさっき適当したばっかなんですけどね。ここまでゼロなんで、ここで、で徳島で止めてもらったり、徳島の人に、その人が今日はね家出る前に2万円軍資金置いててくれてて、ナイスで、その2万で今10万にしてる。マジでここで？そう。それ当てる前に当てよ。そう、その2万で当てたらまだ良かったんですけど、まあ10万的中したけどもらえます。じゃあやんなくていいじゃん。無理無理無理、もらえます。え、いくらくれる？じゃあ同じ2万円で。でかい、2万円でかいぞ、この度で。だってさっき6000円かけて10万あったからさ、2万円あればもう1回10万当てるよね。それやってるとまた1問だし。そう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 。俺10万以上じゃないと同時に出なくなっちゃう。皆さんどう思いますこれ？いや、どうも思わないんですか。すいません、親バカですけど。じゃあでかいぞ。これはお母さんが汗水流して稼いだお金です。あらっす。大事に使ってください。これで負けた時にはもうアンチコメントの嵐、絶対に。じゃあ正解してくるな。まあ、いろんな人の力を借りて僕が旅できてるんで、僕もお言葉に甘えて力を借りたいと思います。ということで15万になりました。一気にゼロからよ。今日の朝までゼロだったから。で、ヨシキ君に2万もらって約3万ぐらいまでなって、2万で15万で、ヨシキ君に2万返すから、これをそのまま返すみたいになったけど。いや、あらっす。はい、大事に使ってください。あらっす。まさかね、小島に来るとは思わなかったですね。ガチで。さすがにちょっと恥ずかしいもん、俺動画でもここまで来ると思って。おやまかです。いや、だけどまあ、ありがとう、はい、でも世の中のお母さんはきっとこうだと思います。あ、はい、大事に使ってください。はい、という感じで、まだ5レース上ぐらいあるんで、もう10万になったんでね、こっからまだ加速させて20万をプラスにして終わりたいんで、いろんな人のね、パワーをここに預かったんで、またこっから頑張っていただきます。頑張ってください。あらっす。はい、はい、ということですね、家に到着したんで、報告とともに釣りたいと思います。はい、お邪魔します。あれ、お邪魔します、丸声です。帰ってきました。何やってんすか。何やってんすか。帰ってきました。すいません。とりあえずどうぞ。あ、ちょっとどうぞってか、びっくりしたんですか。小島は行ってないですか。小島行きました。あ、行きました。ちょっとすいません、お邪魔します。いや、突然すいません。いやいやいや、本当に小島行ってまた徳島帰ってきたんですか。そう、その明日徳島で会う人がいて、はいはいはい、それで、あ、なるほど、一回帰ってきて、誰かと思ったんです。朝のお礼を言いたくて。あ、いやいや、帰ってきました。全然。いや、もう早速なんですけど、はい、ちょっといい報告ができるということで来ました。ちょっと持ってみてください。あれ、なんか分厚いじゃないですか。え、やばいですよ。え、やばい。あれ確か僕こんな薄かったと思うんですけど。いやいや、もう気持ちでパンパンだったんですけど、さらに増やしてきました。マジですか。全部1000円だったですか。え、やばいじゃないですか。え、何があったんですか。満州に1000円かけ、はいはいはい、12万って一応です。やばい、エグすぎる、エグすぎる、やばい、マジでやばいですか。いや、おかげさますぎて、エグい。いや、本当にヨシキ君がおいでてくれなかったら、まず小島に行くぞ自体になったんで。いやいやいや、え、あのチキンの中からこれで。そうですか。6000円が12万。はい、エグい、エグいね、エグい。まあ、ちょっとあれなんですけど、はい、この2万円ちょっとお返しさせてもらいます。いやいやいや、ガチで。いやいやいや、これは無理っす。ちょっと僕もこれ本当にもらうことすらやめようかなって思ったぐらいで、完全にそのお金すぎて申し訳なかったんですけど、でも増やして返すっていう気持ちのこと言ったんで、僕も増やして返ってくるかなと思って置いてみた。いや、本当にこれはまた次回一緒に行くときに行きましょう。いや、すごいです。やっぱさすがですね。いや、よかったっす。びっくりします。これ本当にいろんな思いがこもった感じだったんで、これもびっくりして、もう一回会えたことの方が僕嬉しいかも。全然全然です。ありがとうございます。これ引き続きの旅ができるんで、マジでもヨシキ君のおかげでしかないから、本当にでしかない。いやいやいや、小島さんで行けなくて、これもかけることさできなかったんで。いや、よかったです。朝から胸熱すぎました。いやいやいや、もう涙腺が緩くされてるんですよ、僕も。それで朝からあんなことされたらね、レース見るのも楽しみです。あ、そうですね、はい、そのレースも楽しみにしてください、はい、わざわざ申し訳ないですね。いえいえ、はい、という感じでちょっと今日は小島、ヨシキ君のおかげで行くことができて、勝つことができました。またこっからね、6レース上ぐらいあるんですけど、引き続き旅頑張っていきたいと思います。いや、待ってください。 V モンキー TV チャンネル登録お願いします。マジでお願いします。ありがとうございます。概要欄貼ってくるんで、ぜひよろしくお願いします。今日の動画やりたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。ありがとうございました。で
止めてもらってもいいですか。どうぞ。腹減りました。飯行きましょう。